イルベサルタンは、アンジオテンシン心痛受容体気候薬の一つで、高血圧症治療薬。フランスの旧サノフィ社で開発された。日本での製品名は、アバプロ及びイルベタン。また、アムロジピンとの合剤として、アイミクス、トリクロルメチアジドとの合剤として、イルトラがある。アリスキレンオートを投与中の糖尿病患者では、他治療の効果が著しく悪い場合を除き、 原則近忌である。また妊婦、または妊娠している、可能性のある婦人や製剤成分に過敏症のある患者は近忌である。重大な副作用としては、血管不臭、高カリウム血症、ショック、失神、意識消失、腎不全、肝機能障害、横断、低血糖、黄門筋由解症が知られている。知見で見られた副作用は、であった。イルベサルタンは、 暗示応典心通受容体へ結合し、喫抗、阻害作用を示す。イドントとイルマニという海外での大規模臨床試験では、2型糖尿病での腎症進展において、多剤と比べ有意差が認められた。心不全患者においての大規模臨床試験では、プラセボと比較して、総死亡では有意差を認めなかった。ありがとうございます。